まして手を自分ごとポケットに隠した。バスが来るまでの間のおまけみたいな時間、街が立てる生活の音に一人にされた。ガムと二人になろう、君の苦手だった味。ダメだよといい音を往復する信号機、止まったり動いたり同じようにしていても、他人同士元気でいるかな。この瞬間にどんな顔をしていたんだろう、一体どんな言葉をいくつ見つけたんだろう。ああ君がここにいたら、君がここにいたら話がしたいよ。ボイジャーは太陽系外に飛び出した今も、秒速十何キロだけずっと旅を続けてる。それの何がどうだというのかわからないけど、急に自分の呼吸の音に耳すまして確かめた。体と心のどっちにここまで連れてこられたんだろう。どっちもくたびれてるけど平気さ、お薬もらったし飲まないし、どうやったって戻れないのは一緒だよ。じゃあこういうこと思っているのも一緒がいい。肌を撫でた今の風が、そこの抜けた空が、あの人似て何。抗いようもなく忘れながら生きてるよ。一体どんな言葉に僕ら出会ってたんだろう。花で愛想笑い綺麗ごと、夏の終わる匂いまだ覚えてるよ。話がしたいよ。なんだかんだとか、これからがどうとか、心からどうでもいいんだ。そんなことはいや、どうでもってそりゃ言い過ぎかも。いや言い過ぎだけど、そう言ってやりたいんだ。大丈夫わかってる。ガムを紙にペッてして、バスが止まりドアが開く。話がしたいよ。